今回は笑えるコピペを108本紹介します。長いので作業用 BGM としてお聞きください。笑えるコピペ108選。俺の500円のマウスは何もしてないのに左上を一目散に目指すんだが、それはお前に斜め上を行くような人になってもらいたいという母ちゃんの気持ちだ。斜め上ゴミ箱なんだけど。ゴミ箱から俺の靴が出てきた。クラス会議勃発。先生に慰められる俺。新しいの買ったから自分で捨てたなんて言えない空気。充電直後は 14V ですが、次の日測ると 13V に減る。バッテリーは寿命ですか。小数点第1ぐらいかけよ。ゆとりのために四捨五入したのがまずかったな。 14.2V から 13.6V ってことですよ。四捨五入したら両方14だぞ。母が何かお腹が痛いなぁと言って病院へ行った。診察の時、先生からどの辺が痛いですか、2段目3段目と聞かれた。立腹して家に帰ってきた。陣痛中の暴言をよく覚えてない人も結構いるみたいだけど、私は旦那相手にどう当たり散らしたか克明に覚えてる。具体的にはこう叫びまくった。美味しいシャーベットの名前を言ってよ、どんどん言ってよ。思いつかないならその iPhone で検索すればいいでしょ。早く早くシャーベットを。 CD の音楽をパソコンで聞くには MP3 が必要だと言われました。 RPG でもないのにマジックパワーを取られるのですか。また最強クラスになるとやはり電消費とかもあり得るのでしょうか。お願いします。ただの学生なので MP はあまりありません。お前のところへ行くからな。上記は母が初めての携帯で打ったメール。知らないアドレスだし、この板見てた時だったし、夜中に届いたし怖かった。結局次の日の朝に、何で無視するのよ、1時間かかったのよと母から電話が来た。そして昼過ぎに操作がわからないから教えてくれと母が家に来た。人生って素数だよな、割り切れない。まあ自分自身で割り切らないとやっていけないな。今朝、自販機で缶コーヒー買った。商品が出てきた際に、おはようございます、お仕事頑張ってくださいという音声が流れた。俺、お前はハローワークの前に設置されてるってことを自覚しろ。悪意がないのは分かっているのですが、仕事探しに来ている人にはクリティカルヒットですね。続いてはこちらです。整形二人組の会話。そろそろ来てるよねー。 B、花粉ねー。 A、来てるねー。 B、別れの季節もねー。 A、来てるよねー。 B、でも出会いの季節も。 A、来てるかもねー。D、 私たちの良い人も。 A、 グッズといいよね。ばあちゃんがルンバに餌やってた。小さく切ってあげたら食べれるんだよって。ルンバ、おばあちゃんいつもゴミをありがとう。俺のおかんか、水戸黄門の歌のフレーズ。人生100あやくもあるさを、人生100あやくもあるさと勘違いしてた。おかん、人生は100歳で死ぬやつもいれば、9歳で死ぬやつもいる、深いな。俺、アナと雪の女王の反対ってなんだろ。嫁、ギャルと夏の王子様。俺、年末ジャンボで1万円来たー。俺、30枚買って1万900円当たりだから1900円の黒字。俺、有楽町まで買いに行ったから交通費が往復1360円。俺、京橋でランチが1100円。俺、560円の赤字。引っ越しの準備を開始する。休憩中である。昔のジャンプ見てて思ったんだけど、最近の方が面白くなってる気がする。その流れは非常にまずいぞ。映画館で映画を見てた時、前の席でせんべいをバリバリ食ってる客がいた。派手なドンパチ映画ならいいけど、静かな場面が多くてずっと気になってた。そのうち食い終わるだろうと思ったけど、全然やめないし、周りもイラついてるの分かった。だからすぐ後ろの俺が肩を軽く叩いて、あのすみませんけどって言った。そしたらそのおばちゃんが、え、あ、これね、ごめんなさいね、気がつかないでと言って俺にせんべい3枚くれた。なるべく音立てないように食った。そうじゃない、そうじゃないけど言いづらいですよね。続いてはこちらです。微分、積分、偏微分、周回積分、重積分、セブン、イレブン、イーチ分。とりあえず俺をけなしてくれ。お前の親はかわいそうだ。そういう心に来るのはやめてくれ。静岡県民ですが、青春18切符で東海道線で静岡横断した人によく言われる。静岡、マジ長すぎ。あれなんなの ?3 時間かかってまだ静岡ってさ。もう浜松県と伊豆県に分けろよこらー。
ご飯ですよはご飯じゃないですよ。ご飯ですよは何なんですか。ご飯ですよ。ご飯なんですか。ご飯ですよ。キノコの山とタケノコの里は混ぜて発売すべき。ファミリーパックみたいな感じで。そうすれば一つの争いが終わる。名前はキノコの山イスタケノコ。タケノコの里イスキノコに決まってんだろうか。結局争ってるんじゃねえか。キノコ派タケノコ派は結局争う運命なんですね。続いてはこちらです。河原の散歩道で。子供、父ちゃん疲れた、もう歩けない。父、じゃあ走るか。子供、うん。二人で脱出していった。中学1年の時、ジョジョのやれやれだぜ、グレートの口癖がかっこいいと思って自分で作った。ハードじゃねえかって口癖を言ってた。12になっても言いまくってたら気になる女子に、キャラ付けだろうけど格好悪いよって言われた。ものすごいショックだったけど、そやハードじゃねえかと自分を貫き通した。ネトゲなのかな。うちの旦那は課金の前科がある。現在の私のセーラー服姿や体操服姿の画像を旦那に送り続けたらしなくなったけどさ。撮影する場所を室内からだんだんと玄関に向かって取っていった。玄関扉に手をかけたところでワビが入った。自分を犠牲にしたすごい方法ですね。そのまま外に出てたと思うと。続いてはこちらです。お風呂が親父と喧嘩して俺の部屋に逃げてきやがった。うぜえ。お前んちの風呂すげえな。昨日彼女に電話したら出てくれなくて、切ったら少し後にメールが入った。メールには、彼女ごめん、お風呂入ってた、今髪とかしてるから終わったら電話するねと書いてあった。彼女の正体は一体何者なのでしょうか。君に会いたくなるから、会いたかった、君に会いたくなるから、 You are the one、 君に出会いたい、会いますように、君の声を、会いたくても会えない、遠くても会いたくて会えなくて会いたいの私だけなの、ミッシングユー、会いたい、胸が痛いよ、会いたくて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 震える、会いたいって願っても会えない、ラブ&スマイル、君の笑顔に会いたいから会えない日も見守って、もっと今すぐ会いたい、今日も会えないの、いつ会えるの、セルティック、来週会いに行くね、会えない時会いたいよ、ワン、ウェイ、ラブ、やっと会える、ヤミヤミデイ、彼からメール、ごめん、今日やっと会えない、会いたい、がゲシュタルト崩壊。続いてはこちらです。昔下宿してた近所に土曜日からジャンプを売ってるところがあった。友人に電話してネタバラシするのが週末の楽しみだった。友人も笑って付き合ってくれていたが、スラムダンクの三王戦の最後をネタバラシした時、友人は新幹線に乗って俺を殴りに来た。駅のホームで電車待ってた時、階段から二人の外人が楽しそうに喋りながら降りてきた。がたいよくてイケメンマッチョな二人だった。よく見ると腕に入れ墨がしてあった。粗大ゴミと女子がマンデーをモンデーと発音した時、俺だけ大爆笑してみんなの冷たい視線を浴びたことあったな。わざわざ日本語訳までつけていただいたのに悪いが、マンデーは月曜だ。マクドナルドでスマイルください、テイクアウトでっていう罰ゲームを仲間内で一番のイケメンがすることになった。イケメン、スマイルください、テイクアウトで。マクドナルドのお姉さん、あと30分で終わります。あの日、俺たちの顔からスマイルは消えた。昨日の夜、愛してるって言ったらさ、柔道黒帯の嫁がさ、顔真っ赤にして、やだって言いながら思いっきり叩いてきてさ、右腕骨折、はい、こんな嫁が大好きです。幸せそうで何よりです。続いてはこちらです。俺、ピカチュウ100万ボルトだ。ピカチュウ、はい、わかりました、ピカーとか言えよ。俺、ピカー。ピカチュウ、はい、わかりました、そっちじゃねえよ。サークルの先輩には好きな人がいるらしい、どう振り向かせればいいのだろうか。背後で姿勢を上げる、これなら確実に振り向く。お前面白いな。家族の留守中に飼い犬が床に粗相した。センサーで感知し、ルンバが自動出動、素早く物にのしかかり床に塗りたくりながら家中を徘徊。俺帰宅、涙目。通貨の残高1万円超えてるやつ。普通20万くらいは常に入れてるやろ、貧乏人やあるまいし。通貨の上限は2万やでな。すまんな、ワイはパスモなんや。パスモも2万上限やで。流れ完璧ですね。続いてはこちらです。
地震の時、掃除のバイトでラブホテルにいたんだが、セーラー服を着たおっさんが、数人慌てて部屋から出てきた。そして、俺に向かって真面目な顔で現在の状況を尋ねた。その後、おっさんはセーラー服を着たままロビーに待機し、携帯で会社に指示を出していた。別の意味で恐ろしい光景だった。つくつく帽子の鳴き声が、つくつく帽子、つくつく帽子、とっても良いよ、とっても良いよ、あー。って聞こえる。何か必死で怖い。学校にフロッピーを忘れたら、黒板に、忘れ物です。と書かれて磁石で貼り付けられていた。見つかったと思ったら、もう使えない状態に。続いてはこちらです。中学生の頃、首をかしげるのが可愛いと思ってた。相手をじっと見つめて、コテンと首をかしげてる姿に。男子はメロメロだと本気で思ってた。でも、実際はデブスが無表情で首をひねってるだけ。向こうからしたらホラーでしかない。結局、フクロウというあだ名がついただけで終わった。私も、適婚式で最低な式に出席しました。開始15分ぐらいで、新婦の体調が悪くなり退場。その後も新郎だけで式は続行され、最後の挨拶は、こんな式ですいませんだった。全てはお前の蒔いた種だ、と言ってやれ。みんな文章の終わりに、W をつけすぎだよ。W がついてるのを見るだけで、ああ、こいつバカだな、って思う。特に3つくらい並んでると、確実にバカだね。君の ID を見て、納得したよ。金欲しいなら株やれよ株。株なんか簡単だよ。安い時に買って高く売る。俺高く売って、安く買い戻す。それだけで利益になる。具体的に言えば、買った値段から、マイナス 5% で損切り、プラス 8% から 10% で利食いで十分。俺はこの方法で、500万円を85万円にした。バタコ、アンパンマン、バイキンマンの弱点がわかったわ。アンパ、本当かい？バタコさん。バタコ、ポイントは温度よ。最も能力を発揮するのは18度から26度。45度を超えたあたりから急激に弱り、50度を超えると死滅するわ。所詮は金ね。バタコ、ただし、適温状態での攻撃力は抜群よ。最も注意すべきは有機物の分解、生成を行う特殊能力。そして、その能力を利用した。パンの、発酵。あんた、それじゃあ、やっぱりバイキンマンは。バタコあなたの、お父さんよ。アカデミー賞受賞おめでとう。続いてはこちらです。知らないおばさんにカルト宗教勧誘された時の話です。ババア、正しいものはいつか必ず正しいと証明されるの。ババア、その証拠にね、なさってあるでしょ。ババア、そのNASAが宇宙の電波キャッチしてその波動を研究したところ。ババア、これ信じてもらえないかもしれないけど、ババア、宇宙の電波ってね、南妙法蓮華経って言ってるの。俺、隣の部屋の住人が夜中にギターの練習を始めた。あまりのうるささに切れて壁越しに、下手くそなギターやめろと怒鳴った。するとギターの音はやみ、これでようやく眠れると思ったら、今度は尺八の音色が響いてきた。しかもめっちゃ上手だった。違う、そうじゃないって言いたくなりますね。続いてはこちらです。明日休みやって、明後日も休みって、俺今日も休みだったぞ。し明後日も休みって、ずっと休みだ。わい、年中休みだ。俺たちいつまで休みなんだろうな。姉ちゃんの部屋から声が聞こえてきた。いや、やめてください。へへへ、ラップはもうビリビリだぜ。あとは蓋だけだ。いやダメ、蓋を開けないで。キャッパー、なんていやらしいノンフライ麺だ。おいおい、スープの元紙袋もあるぜ。こいつ誘ってんじゃねえのか。そんなんじゃありません。食べる直前に入れてくださいだ。待ちきれねえ、今すぐ入れてやるぜ。やめてー、まだお湯も沸ききってないのに。うはぁ、すっげぇ、冷えてる油と火薬でぐちゃぐちゃだぜ、たまんねー。それ、お次はお湯だ、中にたっぷり入れてやる。あぁ、ぬるい、って、出てー。聞こえねえなー、はっきり言えよーら。せんまで、入れてくださいー。残念だったなー、俺は1センチ残す派なんだよー、ははは。ガタ。へ？見てた？いや、何も。姉ちゃん、カップラーメンと喋ってました。インターネット利用率、ついに 100% に、総務省の実態調査で判明。先月27日に実施された、インターネット利用に関するアンケートで、インターネットの利用率が 100% となっていたことが明らかになった。総務大臣は、これは政府主導による IT 政策の効果の表れと言っていいだろう。
とのコメントを発表した。調査したのは総務省統計局統計センターなど。今年4月にインターネット上でアンケートを実施し、約2万3000人から回答を得た。インターネット上でアンケートしたら 100% 回答も納得ですね。続いてはこちらです。昔夜中トイレに起きたら砂嵐になってるテレビ見ながら、親父が夕飯の残り黙々と食ってて死ぬほどビビった。 AV をとっさに消すとそうなる。ありがとう、10年来の謎が解けた。帰ってきた俺に気づかず、嫁が風呂に入りながら歌ってた。私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。バカめ、それは失業を伴った残像だ。は？可愛いお嫁さんですね。続いてはこちらです。昔海外旅行に行った時のこと。外国人どうして日本人なのにちょんまげをしていないのかと行く先々で聞かれ、途中からは答えるのが面倒になって、私、海外旅行だから、髪を切ってきた。と、答えた。電車を待っていると、駅員さんが近づいてきて。駅員、あそこの女性、ジャックが開いています。駅員、僕よりも、同じ女性から言われた方が良いので、教えてあげてください。と、頼まれた。間抜けだなと思いつつ、教えられた女性に、ジャックが開いていることを伝えた。女性は慌ててジャックを閉めようとするが、そもそも開いていない。何、この人？みたいな目で見られ恥ずかしかった。その上、ジャックが開いていたのは私だったのだ。駅員が頼む人と注意する人を間違ったのだ。私はジャック全開で、ジャック開いてますよという変人と思われたに違いない。ローソンの ATM 2000円札が優先的に出る仕様を何とかしてほしい。あれはなかなか流通してくれない2000円札に困った日銀と財務省にメーカーが泣きつかれたからだな。1万万円を出して2000円札が5枚出てきた時は殺意を抱いた。そりゃそうだ、すごい額だな。おげなが発狂する。プルサーマル計画とは、原子力発電所から発生する使用済み核燃料のリサイクル計画です。核燃料にはウラン238という物質が 95%、 ウラン235という物質が 5% 含まれています。このうち燃料として使えるのはウラン235で、ウラン235に中性子を当てると核分裂を起こしてエネルギーを発します。このまま使い続けるとウラン235はどんどんなくなり、やがて核燃料の中からほとんどなくなってしまいます。これが使用済み核燃料です。ところがこの使用済み核燃料の中にまだ核燃料として使える物質があります。これがプルトニウム239という物質です。これはウラン238に中性子を当てると稀にできる物質です。プルサーマル計画とは、そのプルトニウム239を集めて核燃料を作ろうという計画です。ちょっと難しいかもしれないので、わかりやすく説明しますね。核燃料ってのは、つまりまあエロボンですわな。皆さんもご経験した通り、エロボンの写真って 95% が外れじゃないですか。これがウラン238です。これは役に立ちません。で、当たりの 5% こそウラン235。でも繰り返し何度も眺めてると、やっぱいずれ飽きちゃう。これが使用済み核燃料です。けど飽きたはずの写真でも、久しぶりに見ると意外にありじゃないと思うときないですか。それがプルトニウム239なわけです。プルサーマル計画ってのは、どんどん新しいのを買うのにはお金もかかるし、古本の置き場もないし、たくさん飽きたエロ本から意外にありな写真を切り抜いて一冊の新たなエロ本を作る計画です。最初すごい知的な話だったのに、突然頭の悪い話になりましたね。でもわかりやすい、それが悔しく思います。続いてはこちらです。コンビニで立ち読みしてたら、レジで領収書をもらう声が聞こえてきた。宛名の漢字を、標準の標で、うやうやしいという字ですと説明していたが、若い店員は字がわからなかったらしい。そこで、港の右半分を書きかけて、下の子という字の代わりに四つ点を打つとそれらしくなりますと言っていて、それだけで笑いそうになったんだけど、直後、その客の、ああ、なぜ縦に四つ打つという絶望的な声が聞こえて、俺は吹き出した。後輩を本気で好きになったんだがどうすればいいんだ、助けてくれ。ちな、スペック俺高2、身長170、体重50、後輩俺と同じ高校の1年。高1って言うと、可愛い子なら即彼氏作って処女してる時期だな。そうなる前に頑張れ。男子校だからその心配はない。何それ怖い。こういうのを、叙述トリックって言うんですね。続いてはこちらです。修学旅行の夜、みんなで怖い話をしていたんだけど、D 君の番になった時、彼は真面目な顔をして、俺、実はホモなんだ。と打ち明けた。その夜は怖くて、みんな、眠れなかった。
まさか、未解決事件って言いたいんじゃ。お前のような才能は、どういう世界で生かされるんだろうな。タイトル、10レスまで行き止める。1、7し、よし、始めんぞ。そうレッスン1、このスレッドは、過去ログ倉庫に格納されています。今日は坂だね、論理学の教授と知り合った。ちょ、論理学ってのはどういったもんですか？教授、やってみせましょうか。お宅には芝刈り機があります？ちょ、ありますよ。教授、ということは、広い庭があるわけですね。ちょ、その通り、うちには広い庭があります。教授、ということは、一戸建てですね。ちょ、その通り、一戸建てです。教授、ということは、ご家族がいますね。ちょ、その通り、妻と二人の子供がいます。教授、ということは、あなたはホモではないですね。ちょ、その通り、ホモじゃありません。教授、つまり、これが論理学ですよ。ちょ、なるほど。深く感心したジョーが、翌日友人のスティーブに言った。ちょ、論理学を教えてやろう。君の家には、芝刈り機があるか？して、いや、ないよ。ちょ、ということは、君はホモだな。なるほど、じゃない。続いてはこちらです。1、1万円、経済を牛耳るお金界の王、あらゆる人間をひれ伏させる力を持つ。2、1000円、お金界のエース的存在、攻守のバランスに優れる。3位、500円、小さい体にパワーを秘めたすごいやつ。財布に3枚程度あるだけで世界が変わる。4位、5000円、お釣り調整のために生まれた不遇な存在。肖像の人選も毎回パッとしない。5位、100円、特筆すべきところのない一般兵。小学生の主戦力。6位、50円、見た目は100円、手触りは5円という常時擬態状態。支払いスピードを低下させる要因。7位、1円、いてもいなくてもいい雑魚中の雑魚。端数を揃える以外の役には立たない。8位、10円、弱いくせにやたらと重い財布の厄介者。その上臭くてでかいという明らかな設計ミス。9位、5円、5円がありますようにというダジャレのためだけに存在する悪ふざけのような小銭。今すぐ消えても誰も困らない。ムスカの場合、天空の城ラピュタ。反復法、読めるぞ。統治法、見せてあげよう、ラピュタの雷を。比喩法、見ろ、人がゴミのようだ。反語法、最高の賞だと思わんかね。省略法、メガガンダムの場合。反復法、ザクとは違うのだよザクとは。比喩法、空が落ちてくる。反語法、足なんて飾りなんです。偉い人にはそれがわからないんです。省略法、見える。チャーズナブルの場合、ガンダム。反復法、認めたくないものだな。自分自身の若さゆえの過ちというものを。統治法、見せてもらおうか、連邦軍のモビルスーツの性能とやらを。比喩法、坊やだからさ。反語法、私もよくよく運のない男だな。省略法、一撃で撃破か。俺はどうすれば。フッチさん、お、キャラーン、そ、ロバーン、平行、四辺形、ちょ、モランマー。おバカなノリいいですね。続いてはこちらです。先生、おやつは300円以内です。町工場の息子、自作したとして工賃は含みますか？問屋の息子、小売値ですか、仕入れ値ですか？投資家の息子、原資が300円以内という認識でよろしいですか？証券屋の息子、300円分の権利を証券化して給油に販売することは可能ですか？ A さん、昨日、子供にパチンコの玉ってなんでできてるの？って聞かれたんだよ。 B さん、へえ、なんて答えたんだ？ A さん、金を失う、と書いて、鉄だ、って答えたよ。Q、毛穴に詰まった汚れを取るとハゲない？え、毛穴をきれいにしても、ハゲる人はハゲる。Q、生活習慣を改善したらハゲない？え、30年前の生活習慣と比較してもハゲの数に変化はなし。ハゲる人はハゲる。Q、頭皮が硬かったり薄いとハゲるので、マッサージすると良い。え、50年前の迷信。頭皮が柔らかく血流が良くても、ハゲる人はハゲる。Q、頭が蒸れるとハゲる？え、関係ない。ハゲる人はハゲる。Q、体毛が薄いとハゲない？え、関係ない。ハゲる人はハゲる。Q、白髪の人はハゲない？え、関係ない。ハゲる人はハゲる。Q、炭酸で頭を洗うと毛が生える？え、生えない。気持ちがいいだけ。後半のテンポの良さが気持ちいいですね。続いてはこちらです。飛行機に乗っていた教授が隣の席の助手に提案をした。教授、退屈しのぎにゲームをしないか？教授、
交代で質問を出し合って、答えられなければ相手に罰金を払う。教授、君の罰金は5ドル。私の罰金は、そうだな、ハンデとして50ドルでどうかね。ジョス、受けて立ちましょう。先生いかがどうぞ。教授、地球から太陽までの距離はわかるかね。ジョシュは黙って5ドル払った。教授、勉強が足りん。約1億5000万キロメートルだ。1天文単位でも正解にしたがね。君の番だ。ジョス、では先生、丘に上がるときは3本足で、降りるときは4本足のものをご存知ですか？教授は必死に考えたがわからず、とうとう目的地に着いてしまったので、50ドル払って尋ねた。教授、降参だ、回答を教えてくれ。ジョシュは黙って5ドル払った。キューティーハニート。この頃流行りの無職の子、おつむの小さな無職の子。こっちは無職よ、ハニート。だって、だるいんだもん。お願い、親死なないで。潜水のに最低な歌詞ですね。この才能を他に生かすことができれば。続いてはこちらです。このスレで聞くのも恐縮なんですが、吉野家ってどういう注文システムなんですかお？松屋みたいに食券なんですかお？食べ比べしてみたいんだお。おしんことサラダは食べ放題だお。勝手に取って食べまくるといいよ。てめえ、一生恨んでやる。危うく警察沙汰だ。子供のままごとは、ぎょっとする時がある。公園で見かけた時なんか、母親役であろう女児が父親役であろう男児に。あの女は誰よ。って、おもちゃの包丁持ちながら言ってたわ。ラボタ。おままごとに昼ドラ展開持ってくるとは、いいセンスしてますね。続いてはこちらです。ファイア、リア充のブログを炎上させる。ブリザード、周囲の空気を寒くする。ポイズン、無駄に毒づく。テレポ、会社の飲み会などから脱出する。グラビテ、空気を重くする。デビテト、浮いてる。サイレス、女が口聞いてくれない。ファイナルファンタジーの魔法ですが、こんなに悲しい効果があるんですね。続いてはこちらです。ある会社の面接の一幕。面接官、このボールペンを私に1万円で売ってください。おね、嫌です。面接官、理由をお聞かせください。おね、私はこんなボールペンを売るために、御社を志望したわけではないんです。おね、御社のアイデア溢れる商品、思わず笑みがこぼれる発想。おね、そういった商品の数々に感動して、御社に応募したんです。おね、御社の素晴らしい商品の魅力をお客様にお伝えする。おね、それこそが私の、最大の志望動機です。おね、なので私は、この何の面白みもないボールペンをお売りすることはできません。面接官、このボールペンはうちの商品です。おね、以上で面接をお詫びます。面接官、本日はありがとうございました。おね、ありがとうございました。俺の父さん、ケイジって名前なんだけど、両親が新婚ほやほやの時に、高尾山に初詣に行ったんだ。そしたら人が多くて、母は父とはぐれちゃったのよ。携帯なんかない時代だし、荷物を全部父に預けてた母は、半泣きになっちゃってさ。それで、どうしようかおろおろしてる時に、やっと父が視界に入ったのよ。同じように焦って、母から預かった女物のカバン持ってる父の姿がね。母、泣きそうになりながら大声で父に向かって叫んだの。刑事さん、刑事さん。そしたら、父、ひったくりと間違えられて、周りの参拝客にフルボッコ。状況やタイミングが、全部悪い方向にベストマッチしてますね。続いてはこちらです。食堂の自販機でコーヒー飲もうとして、コーヒーのボタンを押したら隣のお茶が出てきた。それなら、お茶を押したらコーヒーが出るかなと思って、お茶のところを押したら、お茶が出てきた。で、イライラしていると、そこにたまたま食堂のおばちゃん来たから。俺、おばちゃん、ちょっと来て。おば、はい？俺、この自販機がな、お茶をしたらさ、お茶出てくるんだよ。おば、あんた、頭、大丈夫？って、俺のこと心配された。コンビニで立ち読みしてたら、トラックのうんちゃんがダッシュしてきた。油汗かきながら店員に。ちょ、トイレ、借ります。って叫んでダッシュ。ベルトを外しながらドアノブに手をかけるも、なんと使用中。だらっしゃ、こらー。って叫ぶやいなや。バッバブリビビジョジョブリ。と轟音を立てる、うんちゃんの肛門。立ち込める悪臭。そして、トイレの前で達観した顔で仁王立ちするうんちゃん。とりあえずトイレの中の友達に。めっちゃヤバいから、今夜はトイレから出ない方がいい。とメールして、俺は人に着いた。ライブ感がすごいですね。続いてはこちらです。イケメン、小さい女の子って可愛いよね。子供好き。
ブサメン。小さい女の子って、可愛いよね。ロリコン。イケメン。昨日の晩、帰宅途中に声かけられた。逆なんなど。ブサメン。昨日の晩、帰宅途中に声かけられた。警官から。イケメン。怖くないからおいで。捨て猫に言う。ブサメン。怖くないからおいで。誘拐した女の子に言う。イケメン。女子フィギュアっていいよね。フィギュアスケート。ブサメン。女子フィギュアっていいよね。人形。イケメン。今晩のおかず用意しないと。晩ご飯。ブサメン。今晩のおかず用意しないと。性的なもの。イケメン。いじめ、やめろよ。他者のいじめを止める。ブサメン。いじめ、やめろよ。自分がいじめられてる。イケメン。ストーカーって大変だぜ。される側。ブサメン。ストーカーって大変だぜ。する側。ID92@7C。ドライアイスをポコポコするのは楽しいね。ID93@7C。そこに洗剤をちょっと垂らすとだな。95@IDVBADHPDG、ちょっと93、うちの台所を掃除しに来い。ドライアイスをポコポコしてる時に洗剤を入れると、大量の泡が発生します。台所が悲惨な状況になりますね。続いてはこちらです。パン加えて、イケメンにぶつかるシチュエーションに憧れたことがあった。で、ある日実行しようと思って、きっちり朝飯食べて腹いっぱいなのに、わざわざコンビニでパン買って加えて走ってみた。でもさ、みんな進行方向が同じだから、まずぶつからないよね。それでも私はパンを加えて走り続けた。遅刻ギリギリの時間になるように時間合わせて。そしたら校門の前で、遅刻だりしてるヒゲの先生が、なんで加えてるんだ？って言ってきた。朝飯食べる暇なかったんです、ギリギリで。と言ったら、ここで食べちゃいなさい。今日はいいよ、チャイム気にしなくていいから。と優しい言葉をかけてくれた。私は飲み物なしの焼きそばパンをもそもそしてた。みんなに不思議な目で見られながら、ヒゲ先生と向かい合って食べた。ヒゲ先生は気を使って、お前のお母さんは仕事してるのか？とか、いろいろ話しかけてくれた。教室行ったら隣の席の男が、大丈夫？俺パン持ってるけど食う。歯がなるとやだよね。って、これまた優しい言葉をかけてくれた。なんかね、もうね、切なくなった。前を歩いていた小学生2人が、突然片方が立ち止まった。少年 A、あ、俺、学校に忘れてきた。少年 B、え、何を？少年 A、将来の夢、多分宿題の題名。と言って戻っていった。それを見て、ちょうどその後ろを歩いていたおじさん2人が、おぎえー、俺も忘れてきた気がするが。おぎ B、気づいても取りに戻れないだろ。とか言ってて吹きそうだった。おじさん2人にどことなく哀愁を感じる、なおかつ面白いお話ですね。続いてはこちらです。相談員、この人なんてどうでしょうか。年齢は41歳で年収は260万、結婚後は家事を優先したい。ババア、絶対嫌です。年取りすぎで年収がそれ、ゾッとします。相談員、あ、すみません、これはあなたのプロフィールでした。警官、正中なので引き返して最初の信号を右に行ってください。僕、え、警官、正中ですから引き返してください。僕、何それひどい。警官、え、僕が寄生虫ってことですか。警官、寄生してるのは警察です。寄生してるので渋滞ですよ。僕、え、警官、え、僕、誰が渋滞ですか。警官、誰というか、まあここを通った人全員ですかね。僕、あなたも僕に寄生しますか。警官、ね、あのですね、この先でトラックが横転して、積み荷が散乱したんですよ。僕、え、警官、つまり、事故ですね。僕、何が散乱したんですか。警官、精肉業者のトラックで、冷凍された肉が散乱したみたいです。僕、何それやばい。警官、僕、渋滞の人は大丈夫ですか。警官、まあ寄生虫とはいえ、ゆっくりと動いてはいますから。僕、何それ怖い。警官、僕、警官、とにかく、先ほどから警察が現場の方で、調査してますから。僕、何、それも怖い。警官、僕、同音異義語でこんなに変わるんですね。この伝わらない感じ、最高です。続いてはこちらです。中学の頃かっこいいと思って、怪我もしてないのに腕に包帯巻いて、突然腕を押さえて、うわ、くそ、また暴れ出しやがった。とか言いながら息を荒げて、奴らがまた近づいてきたみたいだな、なんて言ってた、クラスメイトに。何してんの？と聞かれると、
フッ、チェキガン。自分で作った設定で俺の持ってる第三の目、思たぬ者にはわからんだろう。と言いながら、人気のないところに消えていった。テスト中、静まり返った教室の中で、うっ、こんな時にまで、しつこい奴らだ。と言って、教室を飛び出した時のことを思い返すと、死にたくなる。柔道の授業で試合してて、腕を痛そうに抑え、相手に、が、あ、離れろ。死にたくなかったら、早く俺から離れろ。とかもやった。体育の先生も、俺がどういう生徒か知ってたらしく、その試合はノーコンテストで終了。毎日こんな感じだった。でも、やっぱりそんな痛いキャラだとヤンキーグループに、ヤキガン見せろよ、ヤキガン。とか言われても、ふん、こううるさい奴らだ。うせな。とか言って、ヤンキー逆上させて、スリーパーホールド食らったりしてた。そういう時はいつも腕を痛がる動作で、貴様ら、許さん。って一瞬、何かが取り付いたふりして、は、し、沈まれ、俺の腕よ、怒りを沈めろ。と言って、腕を思いっきり押さえてた。そうやって時間稼ぎして、休み時間が終わるのを待った。授業と授業の間の短い休み時間ならともかく、昼休みに絡まれると悪夢だった。男が海辺を散歩していると、ランプが落ちていた。ランプをこすると精霊が現れ、三つの願いを叶えてやると言った。ただし、望んだものの2倍がその妻に与えられるというのだ。離婚調停中の男は、この条件にかなりがっくりきたが、何にするかを決め精霊に伝えた。男、一つ目の願いは、1億ドルにするよ。はい、わかりました。そう精霊が言うと、約束通り妻にも2億ドルが送られた。男、二つ目の願いは、若で買い邸宅だ。はい、わかりました。この願いも叶えられ、妻はその2倍の広さの邸宅を受け取った。3番目の願いは何にしますか？男はしばらく考え込んでいった。男、僕を半殺しにしてくれないか？半殺しの2倍は。続いてはこちらです。その日はデートなのに、寝癖がひどく、彼氏にふざけて、寝癖がひどいから今日のデート行けない。と、イチャコラメールを送った。しばらく返信が来なかったので、おかしいと思い送信済みメールを見てみた。寝癖が、寝癖になっていた。ストロングなそれを想像して、涙が出た。たった1文字違いで、ものすごい絶望感に包まれますね。続いてはこちらです。問1、どんよりを使って短文を作りなさい。答え、僕は、うどんよりそばが好きだ。問2、もし、ならを使って短文を作りなさい。答え、もしもし、奈良県の人ですか？問3、まさか、ろうを使って短文を作りなさい。答え、まさか利勝枝、金太郎。問4、打って変わって、を使って短文を作りなさい。答え、彼は麻薬を打って変わってしまった。問5、檻から、を使って短文を作りなさい。答え、檻からライオンが逃げて、大騒ぎとなった。問6、イカにも、を使って短文を作りなさい。答え、イカにもタコにも、吸盤はある。問7、やがて、を使って短文を作りなさい。答え、やが鉄砲に、勝てるわけないだろう。問8、あながち、を使って短文を作りなさい。答え、ピュアな、ガチョウだな。問9、どうしても、を使って短文を作りなさい。答え、先生、移動してもいいですか？問10、とりわけ、を使って短文を作りなさい。答え、とりわけ虫を食べる。ある医者、2人の会話です。医者 A、なあ、君は患者に恋したことがあるか？医者 B、ああ、医者だって恋はする。たまたま相手が、患者だったというだけさ。医者 A、そうか、そうだよな。患者に恋したって、いいんだよな。医者 B、なんだよ、もしかしてお前。医者 A、うん。立場上、許されない恋かと悩んだこともあったけど、お前の話を聞いて安心した。患者に恋するのはいけないことじゃない。恋は素晴らしい。恋の炎は、誰にも消せやしない。医者 B、お前はずるいなの。こないだの朝、家の外でビヨビヨとうるさいもんだから外に出たら、女子中学生が半泣きで防犯ベルを握ってる。俺、どうしたんだ？女子、転んだ時に、立ち木にチェーンが引っかかって、キーが外れたんです。俺、キーは？女子、そのまま排水溝へ。しょうがないので、六角工具やドライバーを使って、防犯ベルを分解、音を止めてあげた。近所迷惑だしね。気がつくと、音に気づいた近所の住人が何人も周りに。半泣きでへたり込んでる女子中学生の側で、躍起になって防犯ベルを分解してるパジャマ男。道の向こうから近づいてくる赤色灯。冤罪って、こうやって生まれるのかもしれないですね。続いてはこちらです。トイレットペーパーで鼻を噛んだんだが、もうやだ。
死にたい。すまんね。テンパりすぎて、言葉足らずすぎたな。代弁をする。ケツ吹く。寒すぎてくしゃみ。何を思ったか手に持ってる紙で鼻を噛む。悶絶。今ここマジ、死にたい。ファミチキください。いきなりで警告やげんなよ。うるせえよ。ファミチキください。こいつ直接脳内に。カップル男、好きなの選べよ。カップル女、やったー、どうしよっかなー。俺、並んでんだよ、早くしろよ。店員、お会計、ご一緒でよろしいですか。男、あ、別々で。女、え。俺、え。店員、え。男、え。小学校時代、面白い人がモテると知り、お笑いタレントの真似をするが、担任の先生に知能指数の再検査をさせられる。中学校時代、スポーツマンがモテると知り、運動部に入るが補欠にもなれず。高校時代、バンドマンがモテると知り、バンド結成を試みるが、メンバーが集まらず断念。高校卒業後、大学生がモテると知り進学を目指すが、二浪の末フリーターに。渡米時代、一年発起し、渡米。しかし、お金を盗まれ2ヶ月で帰国。30代、悲惨なので中役。現在40歳、そして俺のモテ努力は続くのであった。2003年の軽量鉄骨のアパートって、地震来たら崩れちゃいますか？一人暮らしでちょっと心配になってきました。よほどの規模の地震でなければ大丈夫です。2003年なら、法隆寺を超える歴史的建造物ですので、文化財保護の観点から何かしらの保護対策が取られてるはずです。こういう時で不安になるのはわかりますが、落ち着いて、誤爆するのはやめることが先決です。冷静なツッコミが面白いですね。かっこいいまである。続いてはこちらです。田んぼのただよ。嵐。たまに、本気で面白いジョークだと思っている気違いもいる。校舎の場合悪気はないが、どちらにしろすれは荒れる。そんなこともわからねえのかかす。煽るしか能のないゴミ虫。自分の知っていることは世間の常識と信じて疑わない俺様主義。算数の教科書を読めばわかる。上から目線の常識取り。基本的には無害だが、自分で調べさせることが質問者のためになる、などとんきせがましい説教を始めることがあるので要注意。2だよ。現実主義者。結局これが一番荒れないと悟りを開いた2チャンネルの達人。答えは2だ。なぜ2になるかというとうんたらかんたら。2チャンネラーの鏡。このタイプの人間がいなくなると2チャンネルの価値がなくなる。とてもありがたい、神様のような存在。不用意に触るとたたられる。少年はどうしても欲しいおもちゃがあり、神様に100ドルくれるように手紙を書くことにした。神様宛ての手紙を受け取った郵便局は気を利かせて、その手紙を大統領に送った。大統領補佐官は、その無邪気な手紙が大統領を喜ばせるだろうと、大統領宛ての手紙の束にそれを潜り込ませた。それを読んだ大統領は、微笑ましく思い、その少年に5ドルだけ送ってやることにした。小さな少年には100ドルは大金すぎると思ったからだ。それを受け取った少年は大喜びして、早速令状を書くことにした。手紙本文。神様、ありがとう。あなた様は政府を通じてお金をお送りくださいましたが、いつものことながら、あのカスどもが95ドルも税金を差し引いてしまいました。どうか天罰を下してください。行政を皮肉った、キレッキレのセリフですね。続いてはこちらです。5年ぐらい前かな、夕方にかかってきた電話。俺、もしもし。相手、おう、秀吉か？わしぜ、信長ぜ。俺、秀、信長、様？相手、そうぜ、思い出したか、猿。つい歴史好きの血が騒ぎ。俺、親方様は、本能寺でご自陣されたはずでは。相手、ふん、金か頭なんぞに、やられるか。俺、それで、本日はどのようなご用で？相手、こらさる、なんじゃ、あの朝鮮出兵は。と、15分ぐらい説教され突然切られた。その後、決まって水曜日の夕方だが、源義経と静か御前、相手女だった、後醍醐天皇と文官、北条早雲と太田道官、武田信玄と名もなき百姓、この時は俺が信玄。そして最後になぜか、関羽と長領からかかってきた。ちょっと楽しかったけど、ものすごい緊張感だったので、もう勘弁してください。と言ったら、二度とかかってこなくなった。一体誰だったんだろう？日本、韓国人の短所は、何でも日本と比較するところだな。韓国、そんなことは、日本がしてきたことに比べれば、大したことではない。厨房の時、エヴァにはまり、シンジが頭につけてる丸いやつに憧れて、100均で、プテラノドンみたいなでっかい髪留めを2つ購入した。
本的に自由な校風だったので、おしゃれのつもりで髪留めを頭頂部に2つつけて学校に行った。なんでそんなのつけてんの？って聞かれても、髪の毛が邪魔だから、って言い訳してた。でも、明らかに神事を意識してるから、前髪は眉ちょいしたくらいで全然邪魔にならない。神事だからネクラなふりもしたし、クラスのネクラな女を脳内で綾波に変換して積極的に優しくしたりした。神事だから、当時 MD が流行してて、持ってないやつでも CD プレイヤーだった時代に、あえてカセットウォークマンだった。しかも、A 面も D 面もテレビから録音したオープニングを狂ったように延々と聞いていた。だから、保健室の先生に心の病気を心配されたけど、脳内で律子さんに変換してたから問題なかった。逆に妄想を加速させて、エヴァにもう乗りたくないとかブツブツ一人で喋ってて、隣の席のやつに注意されてムカついたから、授業中に錯乱したふりをしたら救急車で運ばれた。でも救急隊員もネルフの人だから、脳内で無理やりエヴァに乗せられる神事に脳内変換。うわぁやめろとか叫んで、体を固定するベルトで縛られて鎮静剤打たれた。気がつくと精神病院だったけど、知らない天井だ。とか妄想に火がついて、施設に1ヶ月、お世話になった。当時の写真が見れません。今、エレベーターに乗っていたら、太った OL が同僚に。〇〇くん、私のこと、好きなのかなと言った。その直後に、エレベーターか。誤解です。とタイミングよく的確な指示が来た。俺は思わず吹き出した。絶妙すぎるタイミング。これは吹かざるを得ない。続いてはこちらです。アメリカ、よし日本、持ち物は一旦すべて OK。1945年ポツダム宣言。韓国、チャンス、あの島欲しいな。アメリカ、竹島は日本の領土だからダメだよ。1951年ラスク書簡。アメリカ、竹島は日本のものとする。この約束は、来年の4月28日から有効ね。1951年サンフランシスコ講和条約。韓国、やば、日本のものになっちゃう。あの島は韓国のものでーす。ぜへぺろ。1952年自称版ライン。日本、こっちは絵の時代かなと皇居か。1656年、出してたし。そっちは地図に戻ってなかったじゃん。韓国、いや、この地図に島書いてあるでしょ。1530年8道総図。日本、方角もサイズも全然違うじゃん。韓国、いや、この本に、天気がいいと、島が見える、って書いてあるでしょ。日本、その日なら前に、ウルルン島だって自分で言ってたじゃん。1694年。韓国、うるさい。ぬすっとめ。黙れ黙れ。これは俺のもんだ。日本、揉め事があったが喧嘩じゃなくて、話し合いで解決しようって決めたよね。1965年に韓国構成上か。韓国、いや、これ揉め事じゃない。日本、揉めてるでしょ。確実に、うちの物だかが、名前シール剥がせてね。韓国、近づくな。近づくと殴るぞ。ぬすっとめ。軍事選挙。日本、はいはい。こっちがぬすっとなのね。わかったかが、警察行こう。韓国、やだ。今ここ。医者、バンデージできます？俺、医者、バンデージ。俺、ゆで卵や。医者、包帯のきついやつ。俺、はい、なんとか。医者、何か言いました？俺、なんでもないです。数秒後、ガテンが言った看護婦が吹き出してた。坂東英二さんですね、懐かしい。続いてはこちらです。お前らちょっと聞いてくださいよ。今日、寒かったんでコップ式の自販機でコーンポタージュ買ったんだよ。で、ボタンを押したら、コトってコップが落ちてくる音がした後、ガラガラガラって音がして、コーンポタージュが注がれる音がしたんだ。嫌な予感しつつ取り出してみたら、案の定氷入りコーンポタージュが出てきたわけですよ。これがなんと、熱いコーンポタージュと冷たい氷のコントラストで、エモい割れぬハーモニーを奏でてくれるのかと思いきや、驚くべきことにただぬるくて薄いだけなんだこれが。しばらくその場に呆然と立ち尽くした後、我に返って携帯を取り出し、自販機に書かれた連絡先にクレームを入れたら、優しい声のお姉さんに、商品のボタンを押す前に、氷なしボタンを押していただければ、氷は入りませんよ。と言われ、なるほどと納得して電話を切り、ぬるくて薄いコーンポタージュの入った紙コップを片手に、寒さに背中を丸めてキロについたわけだが、どう考えても俺、うまいこと丸め込まれてるよね。僕の上司の話なんですが、聞いてください。上司はすごく気さくな人で、部下からとても慕われています。しかし、身長170ほどに対して、体重が100オーバーのピザなんです。そんな上司と二人で昼飯を食いに行った時の話です。
そこは自分で好きなおかずを選んで取っていく定食屋でした。思い思いに好きなおかずを取り、最後にご飯と味噌汁を受け取るだけとなりました。そこで味噌汁をよそってくれる店員さんが、プラス100円で味噌汁を豚汁にできますが、いかがでしょうか？と一言。自分はもう十分だったので味噌汁を頼み、上司は豚汁を頼みました。すると、後で席にお持ちしますから、先に席についてお待ちください。とのこと。僕と上司はそのまま席で待っていると、ご飯と汁物を持った店員さんが席へやってきて、豚のお客様。と一言。そこでかなり吹き出しそうだったんですが、ぐっとこらえていると、上司が、あ、豚は私ですが。もう僕はダメでした。とても気のいい上司ですね。続いてはこちらです。俺は3交代制の店で、夜勤で働いているのだが、昨日朝晩の人に、普段より交代の時間を遅らせてくれと頼まれた。理由を聞くと深夜にサッカーを見るからだという。夜遅くまで見るので朝起きれないからと。論外である。その日の朝はハートキャッチプリキュアの最終回があるからだ。当然全力を持って拒否したのだが、理由を求められたので、正直にプリキュアの最終回があるからだと説明した。何ら恥ずべきことではない。そうしたら録画すればいいじゃないか、サッカーの決勝戦は生で見ないと意味がないと言ってきた。そしてどうしても交代を遅らせてほしいと懇願してきた。なので俺は、サッカーで日本が負けても世界は滅ばないが、プリキュアが負けたら世界が滅ぶんだぞ。プリキュアの方が大事に決まっているだろうが、と説明したら、相手は、確かにその通りだ、と納得して諦めてくれた。ああ、よかった。俺、今すっごいこと思いついた。とも、何々？俺、まずアンチパンをビッグライトで大きくするじゃん。とも、うん。俺、で、教科書とかをスモールライトで小さくして、アンチパンの端から端まで埋め尽くすじゃん。とも、うん。俺、で、そのアンチパンをスモールライトで小さくしたら、一口で天才になれんじゃね？とも、おお、お前天才。俺、な、すごいっしょ？とも、で、肝心のドラえもんは？一人暮らししてから、実家にはほとんど寄りつかず、電話もめんどくさいからあんまり出なかった。でも、母ちゃんはしょっちゅうメールをくれた。返信しなかったけど、些細な日常の話や俺の健康の気遣いなどをメールしてくれてた。そんな母ちゃんが手術したと妹から聞いた。そんなこと、一言もメールに書いてなかったから驚いた。急に今までろくに返事もしてこなかったことが後ろめたく感じて、数年ぶりに実家に帰ってみた。嬉しそうに俺を出迎えた母ちゃん。バッチリとした、二重になっていた。そっちか？続いてはこちらです。回路に書かれている、低音やけど、注意、は、関西弁じゃありません。そんなに親しげではありません。多分どの地域でもそう書かれています。スカートを履いて、満員電車に乗ってたんだ。そしたら後ろのやつが、はぁはぁうるさい。振り向いたら、血走らせた目で、俺のスカートを見ている。見ると、ハサミでスカートを切り刻んでいる。異常者かと思ったぜ。福井県立図書館の、覚え違いタイトル集を見て、和んだ、というか爆笑した。利用者がうろ覚えで尋ねてくるものをリストアップしたもので、特に笑ったのを抜粋。柴陽太郎の、おい龍馬、龍馬が行く。アデランスの鐘、アンデラスの鐘。今日返却した、ドラゴンクエストの続きを借りたい。デルトラクエスト。団子の中に、タガメがいる。タガために、鐘は鳴る。村上春樹の、蕎麦屋最終劇。パン屋最終劇。探さない、とか、そんな感じのやつ。求めない。主婦の友とかでよく見るんだけど、名前が読めない人の本。奥園敏子。年だから解雇よ。年、1週間であなたの医療英単語を100倍にしなさい。できなければ解雇よ。なんでわかるんだよ。司書さんたちのスーパー推理力に感動した。以上です。皆さんがニヤッとできるようなお気に入りのコピペはありましたか？お気に入りのコピペがあれば、コメント欄で教えてください。また、グッドボタンもお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。